化け物にでも悩まされているのか。いや、亡霊よ。詳しく教えてくれないか。ジャカマールが夢に出てきて。ああ、ジャカマールは私の夫よ。戦争で死んでしまったけどね。枕元に立ってずっと離れ離れだ。あの世は苦しい。一緒に来てくれっていうの。神々に呼ばれたら私も行くから、それまで待っててって答えると、結婚指輪を墓に置いてくれれば待っている間も少しは楽になるって。森があんなに恐ろしくなければ起きに行くんだけど。だからひょっとするとあなたならって。本当に夫の亡霊なのか。夫の見分けがつかないとでも。歳は取ってるけどまだ正気だよ。そういう意味じゃない。人を騙して死んだ家族を装う勇気もいる。例えばトロやダニーみたいに。ジャカマールなのは間違いないわ。結婚式のこととか、ベルテインで踊ったこととか、それにリンデで死んだ時の話をしていたから。リンデだと？記憶違いじゃなきゃあんたは相当な年だぞ。戦いがあったのは80年前だ。ああ、言い間違えたわ。リビアの戦いのことよ。手を貸そう。ジャカマールの墓はどこだ？ブラックボーの近くの小さな墓地、老木の下の墓よ。これが指輪。これを置いてきたら報酬を取りに来て。村の真ん中にある家に孫娘のレシーと住んでるから。一体どこに行った？妙だな。ジャカマールの墓だな。よし、終わった。ようやくか。許してくれるのか。とっくにね。ここへ。レシーだな。お前の祖母と話がしたい。祖母？もう何年も前に死んだわ。俺は亡霊と話していたのか。どうして夫婦一緒に埋められなかったんだ。私はまだ幼かったから詳しくは。でも祖母は亡くなる少し前に祖父に愛人がいたのを知ったんだって母は言ってた。だから一緒には埋められたくなかったんだって。それなら祖母は気が変わったらしいな。あの世で夫と自分をつなげるものが欲しくて俺に助けを求めたんだ。信じがたい話だけど、嘘をついてるようには見えない。祖母を助けてくれたなら報酬がいるわね。これ、多くはないけど、それで我慢して。とってそれから疫病、今度は飢饉、死神も大変ね。